なんたること動かん動かんぞ。あ、母よ、かわいそうな母よ、全く動じぬ。反省ではあるが、静止しすぎている。かわいそうにシセロは動けない。見てわからないかい、私の大切な愛しの母は運んでいたんだ。いや、あ、まあ彼女というより彼女の遺体だもうだいぶ前に死んでるからね。ああ、もちろんもちろん助けられるよ、優しい旅人さん。農場に、ロレイウス農園に行ってくれ。少し向こうの道から外れた場所だ。ロレイウスが道具を持ってる。彼と話してくれ。彼なら助けられるけど、そうしてくれないんだ。助けるのを拒むんだよ。ロレイウスに車輪を直すよう説得してくれ。そうしてくれればシセロが報酬を出そう。金貨だ、ピカピカテカテカの金貨でだ。おや、マーラの慈愛にかけて今度は何かな。シセロのことか。こっちの知らないことを話してみろ。あのイカれたバカには同じことを5回も頼まれた。どうしても諦められないらしい。やつはなぜ面倒をかけるんだ。支払う？金の問題だと思ってるのか。見たか、あの男、完全にイカれてるんだ。どうけし、このスカイリムで。お願いだ。自分はその通りだな。フェラーが変わり者だろうが何だろうが助けを必要としている。それを無下にしていいはずがあろうか。さて、礼を言わせてくれ。これまでの態度は謝罪しよう。シセロに会ったらすぐに行くと伝えてくれ。かわいそうだ、新たな住居がひどく遠く感じる。そうなの？してくれたのかい。ああ、見知らぬ人よ。あなたのおかげでシセロは大喜びだ。そしてもっと、さらにもっと、私の母も感謝している。ほらほら、面倒をかけたお礼だよ。ピカリピカリのチャリチャリ。あなたの心優しい働きに対する金貨を数枚だ。ありがとう。そしてえ、私はロレイウスを待つ。そう、私と母はここで待つ。彼が私たちの